はいどうも、人材ベースボールチャンネルのジンです。今回はね、まずはソフトバンク優勝おめでとうございます。ということでね、ソフトバンクのね優勝おめでとう記念でね、ちょっと今回はねソフトバンクの今シーズン、楽天ファンから見たソフトバンクの今シーズンについてねちょっと語っていければなと思うんで、よかったらね、楽天ファンの方もソフトバンクファンの方もね、見ていただければなと思います。ソフトバンクのね、結果を出せた理由については僕なりに分析してみました。というわけでね、まずね一つ目がね、ソフトバンクの優勝できた理由、一つ目がまずね、第一は、僕はこれかなと思ってて、結果至上主義、組織として非常に分かりやすいなと思います。これどういうことかっていうと、小久保監督が春から打球速度とか、400m に対してどんくらいその、タイムを出せるかみたいな、そういうのを課題にして春キャンプ臨んで、これを一定以上クリアした人は一軍にねキャンプに振り分けますよみたいなこと言ってたんですよ。でこれね結構批判浴びたんですけど、僕これ正解かなと思ってて、っていうのもその、言ったらその、ソフトバンクって4軍まである巨大な組織なんで、正直その監督の主観とか、上司の主観に任せられてたら、選手のモチベーションって出ないわけですよ。結局その監督が好かれるのが全てなんかっていう風になっちゃったら組織として機能しないんで、でなった時にこう数字っていう、一定、例えば 400m 走でも打球速度でも何でもいいんですけど、数字っていう分かりやすい指標があって、ここに向かって頑張ればこれをクリアすれば一軍に上がれるんだっていう明確な目標があれば、その多分若手とかってめちゃめちゃねモチベーション上がると思うんですよ。だからこう結果っていうね、例えば打撃成績でもそうですし、打球速度とかもそうですけど、そういうね結果を目標に、4軍から3軍から2軍から頑張れば1軍に上がれるっていう明確な指標があるっていうのは非常にね大事だなと、ソフトバンク見てると思いますね。これ結構ね楽天見てて思うことなんですけど、これがね例えばリードとか、選手のね普段の頑張り、泥臭さとか、言ったら守備とか、守備とかも結局結果には出ないんで、なんかこういうもので、そのなんか指標に出ないものだと、その多分2軍の選手が何を目標に頑張ったらいいか分かんないと思うんですよ。言ったらその2軍の選手が、例えばめちゃめちゃ結果出してるのに結果出してない選手が、優先して1軍に上がったら、若手っていうのは何を目標にすればいいか分かんないと思うんで、言ったらねこの辺で言えば小久保監督の、マネジメントっていうのは非常に優秀だったかなというふうに思いますね。これ結構若手がね、4軍までモチベーションが上がりやすいんじゃないかなと、頑張ったら頑張っただけその報酬があるっていうのは、こう組織として分かりやすいかなという印象がありました。で2つ目はモイネロと大津の先発転向ですね。これはね本当に大きいかなと思います。リリーフをね長年やってたモイネロのね先発でも無双してましたよね。これ非常に大きいかなと思います。モイネロね、本当にもともともったいないなと思ってて、あんだけ球種があって抑えられるピッチャーが、外国人ね出身だからっていう理由なのか分かんないですけど、ずっとリリーフやってて、イニング食った方が絶対ね、チームとして勝てるなっていう風に思ってたんですよ。大津がねこんだけやれるっていうのは、球種割合変えてこんだけやれたんですけど、意外だくはあったんですけど、モイネロがこんだけやれたのはね、もう本当に素晴らしいかなと思います。でね、モイネロのね先発先行ね見ててね分かると思うんですけど、絶対ね優秀なピッチャーがイニング食った方が勝てるんですよ。これね結構12球団で思ってることで、そのリリーフに対して先発がね弱すぎる球団が結構多くて、別にノムさんとかも確かに江夏の抑えとかね、理論とか提唱したかもしれないですけど、抑えの方を先発より優先させたことってノムさんないんで例えばドラフト上位とかで指名した、松崎、楽天でいうと松崎とか青山とか長井とかね、マークももちろんそうですし、その辺をその抑えにしたとかって一回もないんで、ノムさんの時代は。だからドラフト上位で指名した選手とか、あるいは力のある選手をあえてリリーフにするって、言ったら先代の人たちって、別にねリリーフとかは確かにね大事にすべきだよとは言ったかもしれないんですけど、その先発より優先することって正直なかったんですよ。だから最近はなんかもうそれが過剰になりすぎてるなという風に感じまして、ここら辺でちょっとね、先発の重要性に気づいたチームから結構ね勝てるチームに転換していくのかなっていう風には、ソフトバンク見てて思いましたね。最後なんですけど、際立った野手力の高さ、技術よりも肉だってことでね、俺はねもう見てて思いますよね。ソフトバンクめちゃめちゃ打線が強いと、ピッチャーも確かに強いんですが、やっぱりなんといってもね打線と、そして守備力の高さ、これはね、際立ったものがありましたね。
打撃指標、まあ、OPS 見ても WRC プラス見ても、まあね、12球団トップですし、まあ、UZR、まあ、守備範囲もトップってことで、まあね、女子ボーテージをつけて、まあ、動けるマッチョ、足の速いマッチョを量産してるなっていう風に思いました。で個人的に思うんですけど、そのなんかこう野球の指導者ってその打撃フォームとか打ち方をなんとかすればそのね打撃力が上がるみたいに言うねその指導者が多いんですけど、言ったらその打球速度ってその女子ボー体重にある程度相関するっていう風に結論づいてるので、女子ボー体重ってのは何かっていうと脂肪を除いた体重、脂肪を除いた体重が80キロ以上あると打球速度が出るよっていう風にもうメジャーではもうデータ分析が進んでて、まあ、これどういうことかっていうと、まあ、要するに柳田とか浅村の体験になれば、柳田とか浅村ほどの、まあ、打撃技術がなくても、まあ、正直ね打てますよっていうことなんですよ。だから、まあ、まずねその浅村のとか柳田の打撃フォームを真似する前に、まあ、みんな肉つけちまえよっていう話で、ソフトバンクはそれを実践したってことで、まあ、これはね非常に大きいかなと思います。まさきとか見てもやっぱりこうごついですしね、本当に、まあ、若手選手みんなそのね、まあ、例えば下位に沈んでるチームとかに比べると本当にごついので、そういったところでね、まあ、最初にね言ったねこう、あ、なんだろう、打球速度を出すにおいて、まあ、打球速度を出した選手から一軍にね若手に上がってくるって考えると、頑張った選手が一軍に上がってきて女子ボー体重増やしてで打球速度出るようになって一軍にね若手選手が結構出てくる、まあ、近藤選手が山川選手結構言われますけど、正直若手もね全然その下位球団に比べて質が高いので、まあ、そういったところでね、まあ、非常に機能してるなという風に感じましたね。まあ、だからソフトバンクの組織力の高さっていうのは本当に目を見張るものがあるなっていう風に感じたシーズンでしたね。はい、まあ、以上になりますけども、まあ、ソフトバンク、まあね、まあ、楽天もね目標にしなきゃいけないんですけども、どうしてもね楽天とソフトバンクっていうのは毛色が違くて、まあね、楽天は楽天のやり方でね独自に伸びていかなきゃいけないのかなと思いつつも、やっぱりこうソフトバンクの組織力の高さっていうか、まあ、上の人の優秀さ、まあね、GM が東大卒、副 GM がハーバード卒ってところでね、やっぱり頭脳面も優秀ですし、まあね、設備環境とかもすごい整ってるの でそれに加えて客商売もうまいってところで、まあ、ちょっとねさすがにねソフトバンクは強いなっていう風に感じられたシーズンでした。まあ、以上になります。チャンネル登録と高評価お願いします。それでは。